フェイクファーのジャケットがね破れた話です。フェイクファーのジャケットが破れた話、私はね今革ジャンという革のコート、本革のコート持ってますけど、最初に買おうとした時にねフェイクファーのジャケットを買ったんですね。その革のコート、本革のコートを買う前にフェイクファーのジャケットを買いました。本革のコートが欲しいなとまず思ったわけね。ただ買ってみて全く着ない、全く着ることがないっていうんじゃもったいなさすぎるよね。革のコートって結構高いですから、5万10万しますから、それ買って、一冬に何度も着ないということはちょっともったいなすぎるんだと、ということで中古のね、中古の衣料を扱うようなそういう店に行って、中古の服屋さんですね、そこに行ってなんか安いの買ってちょっと着てみようと、試しに、すごく安いのでいいんで着てみて、例えばあったかいとかね、あるいはよく街でも着れるとか、あるいはすぐにダメになっちゃうんだったらそれは考えようだし、ということで革のね、革製品を買いに行くことにしました。で行くとですね、結構高いわけ、中古品とはいえ3000円とか5000円とかしますよね。でちょうどその日はね、中古衣料品の半額セールの日だったんですね。で1600円ぐらいのジャケットが売っていて、それが半額で800円になると、これいいやってことで、そのジャケットを買いました。でそのジャケットはね、一見すると革のジャケットのようなそういう雰囲気です。革のジャケットなんだけども、結構細部にデザインがされていて、デザインっていうのは形のデザインですよ。ポケットとかがこう小さいのがついてるとかね、そういうので、でどちらかといえばミリタリーのデザインです。どちらかといえばミリタリーっぽいデザイン、もちろんね街でも着れるようなそういうガチのミリタリーじゃなくて、ミリタリー風のね、そういうおしゃれなジャケットがあったんですね。それを買いました。でこれ革だなと思って買ったんだけども、よくよく調べると本革ではない、これフェイクファーなんだ、偽物の革なんですね。つまりビニールでできてるようなそういう化学繊維でできてるような、革っぽいジャケットなわけ。でも試しに買ったし800円だし、まあいいやと思って着てたわけね。で一見するとこうフェイクファーなのか本革なのかよくわからないと。私はね今ではね、フェイクファーと本革は見ただけでわかります。大体見ただけでわかります。 99% ぐらいのものは街で歩いてる人ね、街で服着てる人見るとですね、 99% ぐらいはこれ本革だとかね、これフェイクファーだってわかりますよ。だけど、中にはどっちなのかなって一瞬わからないものもある。もちろんね詳しく見ていけば、中古服屋とかで見ていけばタグのところにね本革とか、書いてるわけですね。だからわかると。でそのね私が買った、フェイクファーのジャケットはですね、これフェイクなわけね、ビニールできてると、ビニール素材みたいなのできてると、でまあいいやと思って、で、あったかいし、で街でも着れるようなデザインだからいいやと思って着てたわけで、その時はね、フェイクファーと本革のジャケットの違いはよく分かんなかったね。どういう機能的な違いがあるのか、どういう特性があるのか、で雨の日にねちょっと歩いていかなきゃいけない、どうしても行かなきゃいけないような用事があって、このフェイクファーのジャケットを着て傘さして雨の日に行きました。で行ってですね、終わって帰ってきたらフェイクファーが雨のしぶきでね結構濡れてるわけで、まあタオルとかで拭いて、そのままにしました。ただその時ね、
ちょっと失敗したかなと思うのは、リュックをね、背負ってたわけです。で、リュックはね、普通は肩だけ、片方の肩だけかけて、行くんだけども、その時は雨で濡れると困るんで、リュックがね、両肩にかけて、行きました。そしたらね、この両肩にかかる荷重がフェイクファーのこの肩の部分、にこう、こう圧を与えてですね、ちょっと破れてきてしまったと、でまずいなと思ってちょっと破れてるね。でちょっとだけ中の綿が出てると、あこれちょっとまずいなと思って、でまああと何回か切れるかなと思って、でその日は寝ました。で次の日とかその次の日ぐらいに今度は遠出して、ちょっと用事があったんで大きな駅の、遠くの大きな駅まで行きました。その時にあの肩のところがねちょっと破れてるわけですね、フェイクファーのジャケットで肩の破れのところから綿みたいなのが出てるんで、それを隠すためにですね、今度は最初から両肩にリュックの、紐を通してですね、リュックをちゃんと背負うような形にしてそれで行きました。で用事を終わらせて帰ろうかなと思ったらですね、パッと肩のとこ見ると完全に肩が破けてる、はい、完全に肩が破けてるのが分かりました。リュックの紐をこの肩から脇のとこにかけて擦るわけですよね。だからそれによって摩擦で結局フェイクファーのジャケットのこの肩から脇にかけての部分が破けてしまったと。でまずいまずいと思って、このままだとこのフェイクファーのね袖とか全部取れちゃって、直旗みたいになっちゃうぞと、ね、冬なのに直旗を着てるような感じになっちゃうぞということで、なんとかその日はだましだましですね家まで帰りましたけども、道歩いてる人から見たらね、この肩とか綿が出てるわけですから、肩とか脇からね綿が出てるんであれと思ったはずなんですよね。まあでもその日はなんとか帰れました。そしたらもう完全にこの肩から脇の、ランドセルというかリュックを背負う紐の部分が触れる部分が全部破けてると、はい、だからそのフェイクファーのジャケットはもう着れないんで、まあ捨てることになりました。でその後ね本革のちゃんとしたジャケット買いましたけど、コートかな買いましたけど、本革とフェイクファーのジャケットの違いは何かっていうと耐久性、寿命なんですね。フェイクファーのジャケットは1年2年とか数年間しか持たないらしいです。どうもねこれビニールがどんどん劣化してしまうらしいんだね。で本革はですねもっと長く10年20年着れると、はい、その耐久性が決定的に違うんだということですね。私の場合はそのフェイクファーのジャケットは中古服屋で買ってますから、もうすでに耐久年数は過ぎてると、でそれでさらに着てしまったんで破けてしまったということですね。それからもう一つ、フェイクファーと本革のジャケットの機能的な違いは何かっていうとね、デザイン性なんですね。フェイクファーの方がデザインが自由に作れると、細部までこだわったりとかいろんな形にしたりとかできるらしいです。対して本革の方はやはり加工がしにくいんでデザインを凝れないというかね、いろんなデザインを作れない、こう細部まで、というのはなかなか難しいらしいんですね、どうやら。そういう違いがあるんで、私が最初にフェイクファーのジャケットを取った時にこうデザインがいいなと思ったのは間違いではないということです。